はい、森友事件にもつながる前代未聞のですね、検察庁法改正案、こちらの方が問題になっております。昨日もツイッターのこれ見ていたんですけども、トレンドの方、まあ世界第5位に上り詰めるぐらい、これは世界中が注目していることなんですよね。それがですね、この有名人著名人ももうね、やってられるかと、安倍総理の大好きな桜を見る会、こちらの方に招待した有名人芸能人がですね、お前何やっとんだと、お前ええ加減にせよ、そこまでやりすぎじゃないかということで声を上げ始めてるということでございます。いや、これね、昨日本当にね、ゾッとするものがありましたね。こんなことを国民にさせるまで安倍総理ね、むちゃくちゃしてるなと。それからね、なんかこう知ったけな人がこう言うんですよ。だったら次の選挙で落とせばいいじゃんとか、そういう安倍総理を支持したのは誰なんですかみたいなこと言うんですけども、あのね、安倍総理を支持したのは確かに我々国民ですよ。支持してない人もいたかもしれませんけど、トータルでそう決まりました。でも権力を持ってから人が変わるってことまでは、それはね、予測できないんですよ。我々は公約をもとにですね、誰に投票するかを決めるわけですから。しかしですね、その公約を道具に、まあこういった地位を得たらですね、好き勝手やる。要するに、嘘つきは泥棒の始まりじゃないんですけども、泥棒をしようとする人とかね、詐欺をしようとする人って、それまでずっと誠実なんですよ。誠実だからこそ、信頼して、信用して、期待して、その人に心を注ぐわけなんですよね。でも、警戒心を解いたら、いきなりですね、詐欺師ってのは、当初の目的を達する。要するに、羊の皮を脱いで狼に変容するわけですよね。ここまで見抜けるのは超能力者しかありません。ですんで、結局選んだのは誰なんですかというふうな形でね、下り顔をする人いるんですけども、確かにその人の、まあ、弁はその通りですよ。後付けならね。わかんないですよ、でも。いい人だと思って投票したら、権力を持つと人が変わるってこともありますし、もともと詐欺っていうのは信頼の向こうにあるわけなんですよ。信頼されるからこそ詐欺が成功するわけですよね。でも信頼されなければ、詐欺ってのは起きないんですよ。で、話を戻しますけども、安倍総理ね、この政権を取ってからの無茶苦茶をするっていうことを私たちはやっぱ考えられなかった。なぜなら第一次安倍政権で、小泉総理の後にものすごくね、大変な後処理をしながら誠実に国民と向き合って、それでもね、体を壊して退陣するところまで私たちは見届けていたわけなんですよ。いや、安倍さんしっかり休んでくださいみたいな感じでね、第2次安倍政権が発足した時に私たちはね、安倍さん帰ってきてくれてありがとうと、やっぱり一回ね、窮地に追い出された、そういった人が復活した時って強いんじゃないかなと、アベノミクス3本の矢、経済復活するんじゃないかなと思ってたわけなんですよ。でも蓋を開けてみて、ことが進むに従ってですね、不正を不正で覆い隠すような姿があまりにも目に余ると。そして気がついた時には、安倍総理の周りには安倍総理をね、良しとする人しか固められていなかったということで、もう国民の声が届きにくくなっちゃったんですよ。いや、ここまで予測はできないですね。で、森友問題のこともそうですけども、まあ私が見るところね、籠池さんは神輿に上げられてはしごを外されたみたいな形になっているんではないかなと思うんですよ。大阪府知事もそうですしね、それからその他の近畿財務局の手のひら返し、そういったところも考えるとですね、いや、やっぱりね、人を信頼することって非常に怖いなと。で、信頼もしなければなりませんけども、同時に警戒もしなければならないというね、すごい寂しいですよね。で、今回のこのツイッター騒ぎなんですけども、このぐらいまでしないといけないぐらい、私たちはもうね、手も足も出なくなってきたんではないかなっていうふうな、ある意味希望であり、ある意味これ絶望なんですよ。ツイッターがいくらね、はしゃいだところで、アカウントを持った人がこれを見なければ、全く効果がないんですよね。で、本来でしたら、この、ね、300万件とか400万件とも言われてるツイッターのリツイート、有名人、芸能人込みで、官邸前でね、デモ行動したいところなんですけども、でもこういうご時世なんで、それもできないということですよね。もしかしたら、このね、コロナ騒動ってのは集会やデモを起こさせないようにするために仕組んだことではないかなっていうふうに思えてしまうわけなんですよ。さあ、そして、ね、今日の動画のちょっとね、結論と言いますかね、まとめに入りたいんですけども、これ黒川下検事総長そのものが
どういうふうに考えているのかなってことと、あとね、稲田検事総長っていうのが現職じゃないですか。現職の方が自分の後任にこんなやつさせてたまるか、しかもこんな形で、みたいな感じで怒ってくれないのかなっていうことと、確か名古屋高検の林さんですか、林検事と何と呼びするのかわかりませんけども、林さんが官邸の方にね、次は私が検事総長になりますっていうふうな打診をしたらしいんですけども、それをね、なぜか官邸が却下したらしいんですよ。前代未聞ですよ、この辺から。この辺からなんか妙なことが始まっていたんで、この検察人事までね、掌握してしまって、官邸が検察の人事を握ると何が起きるかっていうと、この政権が変わってもね、この問題って引き継がれて、今度は政権を握った人が、いや、今回の安倍政権で決めたことっていうのは、もうごたごたで決めたことは違法ですよと。ですんで、これを撤回して元通りにしますよっていうふうに、果たしてなるかなと。それはそれでまたね、議論が起きるんじゃないかなと思いまして、この一回決めたことの、裏返しといいますかね、逆進っていうのは、かなりまた難しいんではないかなと思うんですよ。要するに、これ安倍政権がいつまで続くのか何ともわかりませんけども、例えば自民党が他の党に変わった時にね、なかなか居心地いいな官邸っていうのは政権っていうのはってことになってしまうと、今度はね、自分の権力を、分散させることに、そういう勢力を進む、それほどね、国民に寄り添った、そういうふうな政治家さんっていうのは、いるんではないかな、いないんではないかなと思ってしまうんですよ。で、私が期待するところそう考えると、維新の会はちょっと優に及ばずなんですよ。あんなところもうダメですよね。あそこではなくって、やっぱりね、むちゃくちゃながらも、国民の声に一番近いのは、NHK から国民を守る党とかね、令和新選組になってくるんではないかなというふうに思うんですよ。で、今、野党とされている立憲民主党とかね、他の政党なんですけども、これはね、野党でのんびりと給料をもらうために過ごしているとしか私は思えないんですけどもね。ということで、なんか、全然森友問題とは違うことで、また今日もね、動画が終わってしまいましたけども、皆さんいかがお感じでしょうか。どうなってるんですかね。